今日は物臭な納豆の食べ方です。皆さん多分嫌いなこのタイプですね。ここに納豆のタレが入ってるバージョンですね。こう背があって、そこをうまく剥がしてあげると、物臭な食べ方をできます、ね、あとはこれを混ぜて食べるだけ、はい、コツとしてはここに線があって、こう開く感じですね。こう開く感じ、背の半分ぐらいを割る感じですると、タレが下に下がって美味しく食べられるっていう寸法ですね。あとはタレを適当に絡めて食べる以上です。